NCR はアメリカ合衆国の総合情報システム企業。主に流通システムや金融システムに強く、ポスシステム、現金自動預け払い機、小切手処理システム、バーコードリーダー、オフィスの消耗品などを販売している。IT 保守サポートサービスも提供している。1988年から1997年までノンフィクション作品を表彰する。 NCR ブックアワードを主催していた。1884年から、オハイオ州デートーンを本拠地としていたが、2009年6月にアトランタ近郊の非法人地域、ダルース付近に本社を移した。1884年に創業し、1991年に AT&T に買収され、子会社化。1997年1月1日に NCR として、 再び独立した。日本法人として、日本 NCR 株式会社がある。3桁フルキーボードのキャッシュレジスター、古い NCR 製、キャッシュレジスター1879年、ジェームズ・リッティが、機械式、キャッシュレジスター発明し、オハイオ州デートンでそれを製造販売する、会社ナショナルマニュファクチャリングカンパニーを創業。1884年、 ジョン・ヘンリー・パターソンとその兄弟、フランク・ジェファーソン・パターソンが同社とその特許を買い取り、ナショナル・キャッシュ・レジスター・カンパニーと解消。パターソンは新たな積極的販売手法とビジネス技法を採用。1893年には販売員、養成学校を設立し、従業員のための包括的な福利構成プログラムを導入した。後に有名となる初期の従業員として、 チャールズ・ケタリング、トーマス・ J ・ワトソン、エドワード・エディーズがいる。ディーズとケタリングは、デートン・エンジニアリング・ラボラトリー・カンパニーを創業し、それが、後のゼネラル・モーターズ・デルコ部門となった。ワトソンは、NCR 内で営業本部長まで昇進し、その後、IBM の初代社長に就任した。IBM のインターナショナルには、NCR のナショナルに対して、 NCR よりも世界的に大きな企業になってみせるという意図がある。NCR 時代からシンクというモットーを導入しており、IBM でもシンクをモットーとした。ケタリングは1906年に世界初の電動式キャッシュレジスターを設計した。数年後に開発したクラス1000レジスターは40年にわたって生産されることになる。 ジョン・ H ・パターソンと兄弟がこの会社を買い取ったとき、キャッシュレジスターは高価でリティ・ S ・インカーアップテブルキャッシャーは1ダースほどしか使われていなかった。高価な機械であるため需要が少なかったが、店員が売り上げをくすねる可能性を劇的に低下させると知れば絶対売れるとパターソンは信じていた。そこでアメリカン・セーリング・ホースと名付けた販売人を作り、 NCR プライマーという販売マニュアルに従って売り込み、不愛制で給料を支給するという形にした。その販売マニュアルに書かれている哲学は単なる機械を売るのではなくビジネス機能を売るのだということである。買い手の気が散らないよう店舗から離れたホテルなどで販売デモンストレーションを行った。そこに実際の商店を再現し、実物の現金を使って実演してみせる。 見込みのある客は PP と呼ばれる。まず買いたくない理由を論破し、PP が店員による窃盗と思われる損失があることを認めたら、そこで製品のデモンストレーションを行い、様々な図表を使って説明する。NCR は急速に拡大し、1888年には多国籍企業となった。1893年から1906年までに、 小さなキャッシュレジスターの会社をいくつも買収している。1911年までに年間出荷台数100万台を超え、6000人の従業員を抱えるまでに成長。パターソンは法律なども駆使し、80社以上あったライバル企業を破産に追い込んだり、買収したりして、アメリカ国内市場の95%のシェアを握るようになった。1912年、 反トラスト法であるシャーマン法違反で有罪と判決される。パターソン、ディーズ、ワトソン及び25名の NCR 経営陣は違法な反競争的召喚集により有罪とされ、懲役1年を宣告された。パターソンとワトソンは1913年のデートンでの洪水被災者を助ける活動を行い、一般市民からは 有罪判決に対して同情が寄せられるようになったが、ウッドロー・ウィルソン大統領の恩赦を勝ち取ることはできなかった。しかし1915年、重要な弁護側の証拠が認められるべきだという訴えが認められ、判決が覆された。第二次世界大戦中の NCR のポスター1922年、 販売台数が200万台に達し、同年ジョン・パターソンが死去。1925年、株式上場を果たし、株式公開時の公募総額5500万ドルという、当時のアメリカ国内新記録を樹立した。第1次世界大戦中は、新艦と航空機用部品を製造し、第2次世界大戦中は、航空エンジン、爆撃照準機、暗号解読機などを製造した。 NCR304 コンピュータ戦時中に、一区通信システム、高速カウンター、暗号装置を作った経験から、NCR は戦後になって新たなコンピュータや通信技術の開発を行うようになった。1952年、コンピューターリサーチコーポレーションを買収し、翌年にはエレクトロニクス部門を創設。1956年、 直ストライプ技術を使った銀行向けの電子機器クラス29ポストトラーノックをリリース。1957年には GE と共同でトランジスタを使ったコンピュータ NCR304 を製造した。同じく1950年代には直インク文字認識技術も開発している。1962年電子データ処理システムと称するコンピュータ NCR-315。 をリリース。これには、人手で装着が必要な磁気テープライブラリーの代替となる大容量記憶装置クラムも含まれている。315ほどの能力を必要としない顧客向けには、NCR390 と NCR500 をリリース。1968年には、集積回路で全論理回路を構成した初のコンピュータセンチュリー100をリリース。 1970年には、後継のセンチュリー200が登場した。その後のセンチュリー300では、NCR 発のマルチプロセッシングに挑戦している。センチュリーシリーズは1976年のセンチュリオンシリーズへと発展。NCR 発の仮想機械システムである。この頃 NCR は、企業内での使用向けの605ミニコンピュータも開発した。これを中核として、 店舗や銀行の指定用コントローラ399及び499会計機 82XX90XX イモスコボルシステムなどをリリースした605は他にも周辺機器コントローラとしても使われており658ディスクサブシステムや721通信プロセッサなどがある1974年 社名の NCR コーポレーションに変更。かつて8社あったメインフレームメーカーは6社に減り、さらに1986年までに4社に減った。1982年、オープンシステムに関わり始める。最初のオープンシステムはユニックスを採用したタワー16、32で、その成功により NCR は業界標準とオープンシステムアーキテクチャの 先駆者としての地位を確立。5000シリーズでは、モトローラの680イクスコープを採用し、独自のトランザクション処理システム TMX を搭載。主に金融機関で使われた。ドイツアウクスブルクの NCR のオフィスビル1980年代、NCR は各種 PC、AT5 換気を販売した。インテリジェントターミナルと称した。 小スペースパソコン NCR-3390 などがある。MS DOS をカスタマイズした NCR DOS を搭載し CPU のクロック周波数を切り替える機能などをサポートしていた。改良版 CGA アダプタである N がを装備し64400 40ピクセルでテキスト表示可能で CGA 本来の64200ピクセルよりもビジネスに適していた。 グラフィック表示では640-400ピクセルで4色表示可能である。1990年システム3000をリリース。インテルの386よび 486CPU を採用したラップトップから長並列まで7段階の機種を揃えたファミリーである。その多くは広く使われていたイサではなく IBM のミクロチャンネルアーキテクチャを採用し、 スカジーを採用していた。そのため高性能だが、価格設定も高かった。現金自動預け払い機が主力製品となった。NCR 発の ATM は1970年代末に開発され、モデル770はイギリスのナショナルウェストミンスター銀行やバークレイズで採用された。しかし、NCR が ATM 事業に本腰を入れるようになったのは、 スコットランドのダンディ工場でモデル5070が開発され、1983年にリリースされてからのことである。その後、5084、56XX、58XX シリーズをリリースしている。2008年、新世代 ATM662X、663X シリーズをリリース。 ATM 市場の3分の1以上のシェアを占めるようになり、年間18兆ドルの現金が NCR 製 ATM から引き出されていると見積もられている。アメリカ軍のイーグルキャッシュプログラムにもカスタマイズした ATM を供給している。1991年9月19日、AT&T は NCR を74億ドルで買収。1992年2月28日には、 テラデータも買収して NCR 部門に加えた。NCR の子会社として1992年末には53,800名の従業員を抱えている。1993年、売上72億6,500万ドルに対して12億8,700万ドルの純損失を計上。1994年と1995年も赤字が続き、 親会社からの財政支援でなんとか経営を続け、1995年末には従業員が4万1100名に減っている。この3年間、かつて NCR 最大の顧客だった AT&T は15億ドル以上の収益を計上している。1995年2月15日、マイクロエレクトロニクス部門とストレージ部門をヒュンダイに売却。当時、 韓国企業によるアメリカ企業の買収としては最高額だった。一方1994年からこの子会社を AT&T グローバルインフォーメーションソリューションズと称していたが1995年に AT&T は同社のスピンオフを決定。1996年には社名を NCR に戻してスピンオフに備えた。AT&T は スピンオフに至った理由を株主向けの報告書で説明している。顧客ニーズの変化と経営の選択と集中の必要性に加えて次のように説明している。垂直統合の利点はそのコストと欠点にまるものではなかったルーセントと NCR の実際のあるいは潜在的な顧客はあるいは AT&T の通信サービス事業の競争相手になる可能性もある。 AT&T の子会社から製品を購入した企業が AT&T のライバルになるのではないかという懸念によって NCR は通信業向けの営業努力が妨げられていると信じている。1997年1月1日、NCR は再び独立企業となった。独立後の最初の大きな買収は1997年7月のコンプリーテクノロジーズの買収である。 1997年11月、ダタワークスインクを買収。モントゴメリー軍歴史協会と n c r は1998年、n c r の膨大な記録文書を保管する協定を結んだ。1999年3ヶ月以上をかけて n c r の建物と歴史協会の研究センターの間をトラックが往復し、300万冊の貴重な文書を運んだ。 1998年、コンピュータ製造関連の資産をソレクトロンに売却して、汎用コンピュータシステム製造から撤退し、流通業と金融業向けのソリューション提供に集中するようになった。2000年、CRM プロバイダーシリーズインテグレーテッド、ソリューションズとサービス業の4フロントテクノロジーズを買収。その後もキネティクス、インフォーアメリカ、ガルベノン、 ディシナンポイント、ソフトウェア企業ディシナンポイントなどの企業を買収。2006年、ソフトウェア企業アイドバロシティ、小売業向けキャッシュセキュリティ装置を専門とするタイドルの ATM 製造部門を買収した。2009年、ザニューリリースと DVD プレイを買収し、DVD 販売、レンタル用、インターネットキオスクで第2位のシェアとなった。2010年には、デジタル看板の企業、 ネトッキーを買収。研究開発は主に3つの拠点で行われている。アメリカのアトランタ、スコットランドのダンディ、カナダのウォータールーである。インドのポンディシェリとハイデラバードにも研究開発センターがある。ポンディシェリには工場もある。2007年1月8日、テラデータの分社化を発表。2007年10月1日。 NCR とテラデータの分離完了を発表した。2007年1月11日、ATM 事業の全面的リストラ計画を発表。ダンディー工場で650人、ウォータールーで450人の人員削減を行うとした。2009年、世界的な景気悪化を理由として、ダンディー工場を閉鎖。ジョージア州ダルースの NCR のオフィスビル2009年6月2日。 NCR は、オハイオ州デートンから、ジョージア州、ダルースに本社を移転する計画を発表した。125年間、NCR の本拠地だったデートンでは、衝撃的な出来事である。NCR 会長兼 CEO のビルナッティは、ジョージア州で、本社機能を統合し、テクノロジーに焦点を合わせた、本拠地キャンパスを建設するという決定は、我々の技術革新を改善し、 生産性を増大させ、お客様に継続的にアップグレードを提供するという、我々の事業戦略に沿った正しいものだと述べた。2011年7月11日、サービス業と小売業を向けるステムの企業レディアントシステムズを12億ドルで買収。これを新たな事業部門とし、サービス業と特殊小売業を分担する計画だという。レイディンと経営陣の一部は、 NCR の取締役会に残る2011年8月22日株式公開買い付け完了を発表2011年8月24日買収完了を発表した NCR ファストレインありがとうございます